ジオキャッチをお聞きの皆さん、パーソナリティの杉浦直也さん、こんにちは、小林愛香です。このキャッチさんには1月にコメント出演させていただいて以来なので、お久しぶりでございます。質問が届いているみたいで、小林愛香さんはこの後 FM 滋賀でも放送の番組声優ノートに出演されていますが、小林さんにとってラジオの魅力ってどんなところですか、といただいてます。ありがとうございます。そうですね、いや、ラジオの魅力、もちろん声だけだからこそ集中して聞くこともできるし、何かをしながらでも楽しめるところがラジオの魅力だなって思ってます。ちなみにこの声優ノート、パーソナリティの杉浦さんが聞いてくださってるみたいで、即興劇最高ですとおっしゃっていただいてるみたいで、ありがとうございます。そうなんです、声優ノートはですね、即興劇であったりですとか、あとラジオドラマだったり、皆さんからいただいてるお便りを読んだりと、声優の新たな一面をお届けする声優バラエティとなっております。この後声優ノートぜひぜひ聞いてみてください。さて、そんな私小林愛香ですが、昨日6月23日にファーストアルバムグラデーションコレクションをリリースしました。イエーイ。グラデーションコレクションはですね、本当どの曲を聴いても最高なんですけれども、グラデーションでつながっていくいろんな色に染まる小林愛香が感じれるようなアルバムになっております。収録曲といたしましては、メジャーデビューシングル「ノーライフコード」、そしてセカンドシングル「タウハート」、そしてテレビアニメ「さよなら私のクラマー」オープニングテーマ「アンビシャスゴール」、そして映画「さよなら私のクラマーファーストタッチ」主題歌「空は誰かのものじゃない」と、それに加えて新曲がたくさんたくさん入っている全13曲という大ボリュームのアルバムになっております。ぜひぜひ聴いてみてください。今後の予定なんですけれども、ライブツアーを開催中です。7月には大阪公演もありますので、気になった方はぜひホームページなどで詳細確認してみてください。それでは最後になりますが、いつか滋賀の皆さんにも元気でお会いできるように頑張りたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。それでは昨日6月23日リリースのファーストアルバムグラデーションコレクションから、空は誰かのものじゃないをお聴きください。この後も E ラジオキャッチとともに楽しい時間をお過ごしください。お車を運転中の方は安全運転でお願いします。以上、小林愛香でした。バイバーイ。小林愛香さん、コメントありがとうございましたね。今夜ですよね、声優ノート夜8時からオンエアということでね、ぜひぜひこちらも皆さん聞いてください。